12ボルトで動かしてあるのが、はいね、こいつの電源になるんですけど、はいはい、こいつが、音声をスピーカーに飛ばすためのアンプになるんですけど、これだけ12ボルトな電源になってます。で、ここに電圧、はいはい、一応ボルテージ計、こっち側にちょっと電速が多すぎちゃって、はいはい、電圧足りなくなっちゃうことがあるので、一応こっち側専用の、はい、そう、確認用のボルテージ計もつけてあるのと、あと当然このチューナー、はい、このチューナーも12ボルト。つながってますね、はい。で、動くようになるので、ここを動かすための電源必要な12ボルトっていうのは、このアンプとチューナーが動きます。で、100ボルト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 。で、なんでこれで電源をインバータ入れます。そうすると全部他のが立ち上がりますので。では基本的なこいつのいじり方いきます。まずが、こいつがスピーカーの切り替えになってます。で、ここの1番がチューナーの音声。で、2番がブルーレイ。なんでこいつ。こいつの音声。で、3番がナビの音声。で、これを切り替えて、こいつに入ります。このリアスピーカーっていう機器。で、このリアスピーカーに入力されたものが、後ろは、このちっちゃいスピーカー、この四角いスピーカー、各4つ。2箇所、3箇所。で、4箇所。ついてるんですけど、ここに音が飛んできます。それの、スピーカーに音が飛んできてて、で、ブルーレイだけ、ここでボリューム変えます。あとは、チューナーとかナビっていうのは、ここの音量になります。で、こいつ自体に、Bluetooth の機能を持ってるので、飛ばせんすか？携帯の方から音楽撮ったよとか、はい、Bluetooth で飛ばせるものであれば、ここに一回音を飛ばして、で、ここからスピーカーとして聞けるようにできますので。はい、じゃあ、まず、一回ずつやっていきます。あ、その前に、こいつ。こいつ。はい、今度これが、画像の切り替え機になってて、で、A、B ってあるんですけど、この A っていうのが、このテレビ、はい、19インチ、はい、で、B って書いてあるのが、こっちの大きいテレビ、32か、32の方のテレビになってます。で、基本的に、こっちでナビを見てました。こっちでチューナーを見てました。っていうことができます。別々でできます。で、音自体も、スピーカー単独で、ラインが揃ってるので、自分の見たいものを選んで、音を出すということも可能になるので。どっちかは画像だけ。画像だけ。じゃあ実際に行きますね。テレビの電源、それぞれつけて。一応全部あれなんですね。バッテリーである程度は、まあ、使う量は、電量は多くても。全然いけない。大丈夫なんですね。全然いけない。見てもらうと分かるんですけど、全然ソーラー買っちゃうんで。あ、ソーラーでも放っちゃうんですね。全然賄えちゃう。で、一番怖いのはこのエアコンと、電子レンジ。レンジだけ以外はもう、電気機器はもうソーラーで。はい。もう電気機器だけ、この照明の負荷っていうのはそんなかかんないので。ほぼほぼソーラーで賄えちゃう。なんで10アンペアとかいかないぐらい。なんで。使いまくれ。もうほぼ使い切れちゃう状態ですね。あといるのが、チューナーと、このくらいかな。
で、今実際に、じゃあ、後ろはついた。これで、チューナー見ます。はい、今、音をチューナーに合わせます。はい、スピーカー切り替え、チューナーしました。はい、で、ここ見てもらうと、一応書いといたんで、入力1番。入力切り替えの1番にしてもらうと、今度ここの部分に飛んでくるんですけど、A をチューナーにするんで、この下から見ると、ここに書いてます。はい、1番、はい、A を切り替えの4、1、1にすると、ここにチューナーの画像が飛んでくる。はい、で、こっちも揃えたいよっていう場合にはこの B、 B も1チャンネル、1チャンネルにすると、両方チューナーで、今両方でチューナー、はいはい、で音声もチューナーに合わせました。じゃあ次、はい、DVD レゲ入れます。そうすると、今度、今1が自動的にこいつが信号を入れちゃったんですけど、はいはい、今、A の方は2番になったんで、ブルーレイに切り替わりました。はい、で、こっちも2にすればいい。2に切り替えると、こっちもブルーレイ。ブルーレイ。なんで両方ブルーレイが見れるようになって、で音声の方も2番に切り替えてもらうと、ブルーレイに、これでブルーレイに切り替わります。両方全部見たいときはこれでもう合わせていくんですね。合わせて。あ、だ本当にここは合わせて。別々で見たいときには、ここの画像の切り替えっていうのを1番と2番が、はい、DVD とチューナー。チューナー、はい。はい、1。になってるので。で、もう一つ見方があって、ナビを見る。ナビを見たいときには、まず、ここ。はい。あ、ナビのスイッチ。これが、はい、そう、メインサブ切り替えスイッチになっているので、この電源入れます。はい、そうすると、動くんですか？ナビがサブバッテリーで動くようになるんで、これでナビを起動させてもらって、はい、で、じゃあ今度画像をナビに変えます。その場合には、こっちだと、ここに書いてきました。ビデオがナビになるので、はい、入力切り替え。でビデオに設定してもらうと、はい、これでナビの画像が飛んできます、はい、でナビだけは RCA で直接入れてるので、そこの画像の切り替えは関係ない。あ、関係ない。あ、でこっちですると入力3番がナビになるので、はい、入力切り替えの3番 で合わせてもらって、で今音声出てないので、これで前が前になって、あ、はい、ナビあのテレビに変えておきます。これで全てナビに切り替わりました。で例えばなんですけど、 DVD をこっちに入れてましたとすると、全部同じ画面で見れたり、後ろだけでやってる時に DVD 入れた場合にも切り替えられるようになってますんで、で音声がフロントから出力させてると聞こえないんですよ、はいはい、その場合にここ、はい、あ、ナビのナビで切り替えると全部ナビなんですか。今これでナビの画像か音に変わったんで、はい、これでボリューム上げてます。あ、そうするともうここの全部が連動するんですね。あ、じゃあもう走行中に同じものを共有できるし、前側で音がうるさいってなった場合にも、前の音絞っても後ろはここでこいつがいるんで、これで全部生きちゃった。あ、全部生きてる。これを作り出すのがちょっと大変なんですけど、全部つなげたんですね。全部つなげた。誰かに見られてた。で、いろんな伝送機器を使ってるとここが熱持っちゃうんですよ。はいはい、その場合には
マコさんと11時過ぎに思いすぎあるんで、これを入れてやる、はい、そうするとファンが、そうするとここのファン動くので、あのの熱取ってくれる、はいはい、熱逃がしですよね。じゃある程度使ってるときはそこ回しといた方がいい、回しといた方がいいですよね、はい、使うよう、はい、こもっちゃいますもんね。そう、ここマコちゃんで、これだけがこいつの DVD の音量、音量、はい、になるので、で、こいつ自体にもBluetooth ついてるんですよ。あ、これにも飛ばせる、これにも飛ばせる。で、ネット環境が整ってればここからあの YouTube 見たりだとか、はいはい、Netflix 見たりだとか、はい、いろいろできます。で、前の方はあの Amazon プライムとかも映画を全部見ようと。で、そういった場合には今度ここですね、香川の食材を使った和食店を銀座でオープンするんです。これがつなげこのテレビの入力の2番になってて、で、Amazon プライムとかで電源が必要になるんですよ。で、それがシュガーだったり、USB だったりってしてくるんですけど、その場合にはもう電源ここで用意してあるんで、ここで挿してもらって、で、本体をここにポンと置いて、つなげて、で、ここにつなげば、こっちへ。こっちに取ります。はあ、じゃあ、こっちのテレビで見たいよ。はあ、そうなった場合には、電源、またここで取ります。はい。ここで取っていただいて、あ、一応前の方は残しちゃってますね、ここに線が。それにつなげれば、そう。大きい方で見れると。ここにつないで、ここの1番、これが入力切り替えの1番につながってるので、ここに挿してもらうと、ここでもう単独で見れちゃいます。それはないじゃないですか？だよな。こだわってます。はい。それを覚えるのがちょっと大変ですけど、頑張ってやる。覚えるまで多分これ剥がさない方が、はい。そうですね。はい、一応私が作ったんで覚えてるっていうわけで。はい。はい、他のみんな全員わかんない。はあ、わかりました。一応こういった見方になってくるので、使いようでものすごく。すごいですね、これ。すごいです。見えると。マコちゃんじゃなくて。思います。え、チコっていうことはない。わかりました。